1分くらいでわかる鉄道解説、羽衣線。羽衣線とは、JR 西日本が保有する、全長 1.7 キロの路線で、阪和線の支線的存在であり、堺市の大鳥駅から、堺市の東羽衣駅の間を、約15分間隔で往復運転しているの。この路線は、阪和線と南海本線をつなぐ役割のほか、羽衣にある学校などの生徒さんを運ぶ役割も持っていて、朝の東羽衣方面と夕方の大鳥方面は結構混雑するのよ。そんな羽衣線で活躍するのは、この225系5100番台と呼ばれる車両。2016年に阪和線でデビューした最新車両なんだけど、車内はご覧の通り、全館クロスシート、案内のディスプレイがついてたり、Wi-Fi まで完備しているの。たった3分しか乗らないのに、随分豪華な車内設備よね。まあ、阪和線の普通電車と同じ車両を使ってるだけだけど。このように、車内で関空チャイムを聞くこともできるのよね。短い支線なのに、クロスシートがついてたり、15分間隔で走ってることを考えると、羽衣線は、地元に愛されている、なくてはならない路線なんだなぁ、とつくづく感じるわね。うわぁ、すごい雨ね。こういう時は、ドアの横のボタンを使ってドアを閉めちゃいましょう。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。こういう時に、半自動ボタンがあると便利よね。